2012年夏季オリンピックの開催地選考では、2012年夏季オリンピックの開催地が選考されるまでの経緯について記述する。2012年夏季オリンピックの開催地選考には9都市が立候補した。そのうち一次選考で、ロンドン、マドリード、モスクワ、ニューヨーク、パリの5都市が最終候補都市に選出され、ロンドンが史上初の3度目となる。 夏季オリンピック開催地に選ばれた。2012年夏季オリンピックの開催地選考レースは、これまでのオリンピック招致レースの歴史の中で最も熾烈な戦いだったと評されている。当初から質の高い計画が高評価で有力視されていたパリを、セバスチャンコ招致委員会会長率いるロンドンが、追い上げ、ロンドンはその後も、 積極的なロビー活動を展開して開催権を勝ち取った。マドリードも有力候補の一角ではあったが、国内で1992年にバルセロナオリンピックを開催してからまだ20年にしか経っていないことが障害となり、ロンドンやパリほどの支持を集めることができなかった。立候補を申請した9都市が概要計画を記した。 申請ファイルを IOC に提出した後 IOC の作業部会が各都市を点数評価し2004年5月18日に行われた一時選考で点数の高かった上位5都市が最終候補都市に選出された評価の低かった残りの4都市は一時選考で落選した最終選考に残った5都市は世界的な大都市同士の争いとなり 当初は一時選考で高評価を得たパリとマドリードが抜き出る展開でスタートしたが2005年になると現地視察や評価報告書の結果からロンドンも次第に追い上げ白熱した戦いとなった2005年7月6日シンガポールで開かれた第117次 IOC 総会において開催地を決める投票が行われ1回目の投票でモスクワが落選 2回目でニューヨーク、3回目でマドリードがそれぞれ落選し、最後の決戦投票でパリを4票差で制したロンドンが開催地に選ばれた。開催地決定の1ヶ月後にパリの招致委員会関係者がロンドンが IOC の規定に違反した行為を行っていたという論議を起こした。焦点となったのはトップアスリートや当時のトニー・ブレア首相による ロビー外交であった。IOC のジャック・ロゲ会長は、この告発に対し、競争は公平であった、と公式発表した。もう一つの告発は、イギリスのテレビ系列であるパノラマによる、秘密調査で明らかになったもので、IOC のイヴァンスラブコフィーニアオリンピック、関連団体がロンドンに投票することで金銭の、授受があったのではという金券腐敗疑惑である。 2002年の招致レースにおけるソルトレークシティの金券腐敗の影響が残る中での事件だったため IOC の反応は迅速かつ毅然であった。オリンピック開催地の選考過程は立候補を希望する都市を抱える国、地域のオリンピック委員会が国際オリンピック委員会に申請書を提出することで始まり開催7年前に開かれる。 IOC 総会で IOC 委員の投票によって開催地が決定される。この過程はオリンピック憲章の第5章34項に定められている。1999年から開催地の選考過程は2段階の構成に変更された。まず第1段階では立候補の申請書を IOC に提出して申請都市となり、 IOC が作成した説問に答える、形の概要計画書、申請ファイルを期限日までに提出しなければならない。その後、IOC の作業部会が、各都市の申請ファイルを精査して、点数評価し、点数の高い都市は、大会の開催能力があるとみなされ、IOC 理事会において、正式立候補都市に選出される。 選出された年のみ、第2段階に進み、期限日までに詳細な開催計画書、立候補ファイルを IOC に提出する。このファイルをもとに、IOC の評価委員会が、各都市を4日間現地視察し、その結果から長所と課題を併記した評価報告書を、開催地決定の1ヶ月前に、各 IOC 委員に送付し、公表する。開催地を決める投票は、 立候補した都市及びその国以外で開かれる IOC 総会で行われる。投票は IOC 委員によって行われ各委員がそれぞれ一票を持つ。IOC の会長には投票権がなく立候補都市を要する国の委員はその都市が落選するまでは投票に参加できない。過半数の票を得た都市が開催地に選ばれるが一回目の投票で過半数の 票を得た都市がなかった場合は最も票の少ない都市を落選させ2回目の投票を行う。この手順で過半数の票を得る都市が出るまで投票を繰り返す。開催地に選ばれた都市はその都市を抱える NOC の代表が IOC と開催確約書に署名することで正式に開催都市として決定する。2012年夏季オリンピック開催地への 立候補申請は2003年7月15日に締め切られた。旧都市が2004年1月15日までに申請ファイルを IOC に提出し、IOC の作業部会がこれを精査して、各都市を11項目ごとに点数評価した。総合平均が6以上あれば、オリンピックの開催能力があるとみなされ一時選考を突破する可能性が高くなるが、 6を下回ると可能性はほぼなくなる。2004年5月18日、IOC は一時選考の結果を発表した。一時選考の結果、評価点の高い上位5都市が、正式立候補都市に選出され、次の過程進んだ。なお、規定により、正式立候補都市に選出された都市は、それぞれの招致ロゴにオリンピックエンブレムを使用する、ことが許される。 2004年11月15日までに、すべての立候補都市が立候補ファイルを提出した。各都市の立候補ファイルを精査した IOC の評価委員会は、モロッコの IOC 委員であるナワル・エル・ムータワキル委員長をはじめとする13人の委員で構成され、2005年2月3日から3月17日までの間、各立候補都市を4日間の日程で現地視察した。 パリの招致委員会は IOC 評価委員会による現地視察で2つの課題に直面した。一つは現地視察中にストライキとデモが行われたこと。もう一つはフランスの IOC 委員であるギードリュー委員が政党の汚職事件に関与していたことが明らかになったことである。2005年6月6日 IOC は 現地視察の結果を記した後都市の評価報告書を公表した。この評価報告書では各都市の優劣を点数化してはいないが、パリが最も高い評価を受け、これに並ぶ形でロンドンも高評価を得たことで一時評価の際よりもロンドンの評価が改善していることを示した。ニューヨークとマドリードにもまずまずの評価が与えられたが、 モスクワについてはいくつか課題が指摘されていた。しかし、同日にニューヨークは大きな課題に直面することとなった。ニューヨーク招致計画でメインスタジアムとなっていたウエストサイドスタジアムの建設をニューヨーク州が拒否したのである。ニューヨーク招致委員会は1週間以内に大対案を示したものの開催地決定投票まで1ヶ月を切った状況での出来事であったことから、 ニューヨークの招致成功のチャンスはほぼゼロに近くなってしまった。開催地を決める第117次 IOC 総会では最有力候補のパリが IOC 委員の支持を得るため後半に活動していた。特にパリは1992年夏季オリンピックと2008年夏季オリンピックに続く3回目の挑戦であった。ロンドンは招致レースの序盤からパリに大きく、 遅れをとっていたが、2004年5月19日に、セバスチャンコーが、招致委員会会長に就任したことで状況が一転し、2004年末に行われた予測では、パリをロンドンが追いかける展開となっていた。最終決戦となった第117次 IOC 総会の会場でも、パリとロンドンが熾烈なアピール合戦を繰り広げた。2005年7月1日、 IOC のジャック・ロゲ会長は、報道機関からの問いかけに応じ、IOC 委員が、どの都市に投票するのかはわからないが、私に状況を話してくれる委員によれば非常に、接戦となっているようだ。おそらく10票以下の差になるのではないかと話した。詳細は、第117次 IOC 総会を参照。第117次 IOC 総会の開会式は2005年7月5日にシンガポールのエスプラネードシアターズ・オン・ザ・ベイで行われた。リー・シェンロン首相が開会を宣言し、ワンボイス、ワンリズム、ワンワールドのテーマの下、歌や踊りなどの文化プログラムが繰り広げられた。2005年7月6日、開催地を決める一連の日程がラッフルズシティコンベンションセンターで始まった。 まず各立候補都市による1時間のプレゼンテーションと30分の質疑応答が現地時間9時に始まり、ロンドン、マドリード、ニューヨーク、モスクワ、パリの順に行われた。その後17時に評価委員会による最終評価報告を経て開催地を決める投票へと移った。電子投票のため、各委員に専用の投票機が渡され、 各都市に投票用の番号が抽選で割り当てられた。116人の IOC 委員のうち1回目の投票に参加できない17人の委員を除いた99人の委員が投票権を持つこととなった。現地時間の18時26分に電子投票による投票が始まり、最初の投票で最も票の少なかったモスクワが落選。ついでニューヨーク、マドリードが落選し、 パリとロンドンの決戦投票が18時45分に終了した。その後行われた開催地発表セレモニーで19時49分頃にジャックロゲ会長からロンドンが開催地に決まったことが発表された。この開催地発表の様子は世界中で約10億人がテレビ中継を見ていたとされている。開催地発表の後投票結果が公表され、 ロンドンは1回目、3回目、最終の投票で、それぞれ最多の票を獲得。マドリードは2回目の投票で最多となるも3回目の投票で最少となり落選し、決選投票で敗れたパリとロンドンの票差は4票だった。招致 PR 用の装飾を施したロンドン市内の地下鉄ロンドンが立候補に至った背景には、 1992年夏季オリンピックにバーミンガムが1996年夏季オリンピックと2000年夏季オリンピックにマンチェスターが立候補するも敗れたことを受けイギリスオリンピック委員会が夏季オリンピックの開催を目指すには首都ロンドンしかないと判断したことにあったロンドンは標高差の少ない平地が広がっているために会場間の移動が容易でオリンピック公演と 選手村を容易に移動できる。オリンピックジャベリンと呼ばれる高速シャトルサービスの運行や既存の交通システムの使用により、1時間に約24万人もの人々を移動させることができた。大会終了後には、これらの地域は150年以上前から発展してきた都市公園の一部に編入されることになった。そして、オリンピック医療機関が誘致され、スポーツ医療や、 リハビリテーションセンターとして生まれ変わった。ロンドンの五輪招致は地下鉄網の改善とオリンピックに伴う投資のためだと言われたが、招致委員会はロンドンが世界的にも有名な都市であることや既存の競技施設が多くあることを強調した。ロンドンはパリに次ぐ2番人気となっていたが、セバスチャン公会長の招致演説によって勝利した。 開催決定の翌日の2005年7月7日に行われる予定だった開催決定祝賀式典はロンドンの主要交通システムで起きた同時多発テロによって中止となった。この事件により五輪に向けて治安に対する懸念が生じたが IOC やイギリス政府が打ち出した治安対策への強いメッセージによってロンドンでの開催は維持されることとなった。 パリの巨大な招致ロゴが掲げられた、ブルボン宮パリは1992年夏季オリンピック、2008年夏季オリンピックの招致レースに敗れており、立候補当初から最有力候補とみなされてきた。パリの招致計画は、競技会場を市の北部と西部に集中させ、選手村からわずか10分で移動できるというコンパクトな会場配置であった。 一時評価でパリは立候補を申請した全球都市の中で最も高い評価を得ており、特に高度な交通システムや豊富な宿泊施設数、多数の観光客をこれまで受け入れてきた経験、世論の支持の高さが称賛された。また、パリは競技会場のインフラも整っており、建設が必要な会場は仮設会場を建設したり、 大会後も再利用する計画を打ち出したことにも支持が集まった。パリの豊かな文化とオリンピック遺産はパリを呼び、フランスが1998年 FIFA ワールドカップや2003年世界陸上選手権の開催に成功したことで培ってきた経験にあると強調し、これらの長所からパリは招致レースで常に先頭を走っていたのである。 マドリードの招致ロゴが描かれた看板とアルカラモン2003年初頭、マドリードは国内候補都市を決める投票でセビリアを破り、スペインの候補都市として IOC に立候補を申請した。マドリードの開催計画は市の中心部とそれに隣接する3つのクラスターを設けるという会場配置が特徴であった。いくつかの既存会場は低予算でオリンピック開催が 十分可能であり、新設会場や高級会場は、市のためにオリンピック遺産として保護していくことを決めた。市にとって初めてとなるオリンピック開催であり、首都を訪れる10万人の観光客は、完全に公共交通機関を利用するだろうと言われた。すべての会場と公共交通機関は、再生可能エネルギーで賄われ、マドリードは、 グリーンオリンピックという計画を打ち出した。マドリードは過去に様々な競技のヨーロッパ選手権や世界選手権の開催経験があり、またマドリードは立候補していた後都市の中で市内及び国内の支持率が最も高かった。さらにはスペイン人で前 IOC 会長のフワンアントニオサマランチ氏が 積極的なロビー外交を展開し、IOC 委員の支持を取り付けていた。招致レースの期間中に、IOC 委員のアルベール2世が2004年3月11日に、マドリード市内で発生し191人が死亡した、スペイン列車爆破テロに関連して、マドリードの治安に対する疑問を投げかけたことから、ロンドンとマドリードの差が広がったとみられる。 ニューヨークは2002年に国内候補都市選考でサンフランシスコを破りアメリカ合衆国の候補都市となった。ニューヨーク招致計画の主なコンセプトはオリンピック X と呼ばれマンハッタン区やクイーンズ区、ブルックリン区、ニュージャージー州のイーストラザフォードなどの主要な海上群を鉄道で結び、これらの鉄道網が交差する中心に8550室を備えた。 選手村を建設する計画を打ち出していた。会場群の中には、マディソンスクエアガーデンや、ヤンキースタジアム、セントラルパーク、ユースタ、ナショナルテニスセンター、ジャイアンツスタジアム、コンチネンタルエアラインズアリーナなどの既存会場と、それらに隣接するようにして新設する競技会場が、設置される。市は豊富な宿泊施設とハイレベルな大会の、 開催経験を持ち、世界一の市場規模を持つ能力をアピールした。しかし、ニューヨークの招致成功の可能性は、メインスタジアムとしていた、ウエストサイドスタジアムの建設を、ニューヨーク州が否決したことで大きく後退してしまった。市は、新たなメインスタジアムの建設で合意したが、開催地決定の1ヶ月前での出来事だったために、影響は大きく、また、 2010年に同じ北米大陸であるカナダのバンクーバーで第21回冬季オリンピックの開催が決まっていたこともあり、ニューヨークは最後まで招致レースの先頭に立てず敗北した。モスクワの招致計画は1980年モスクワオリンピックで使用した会場を再利用することであった。モスクワ側沿いに会場を集約させたコンパクトな会場配置で、 招致委員会のバレリー・シャンツェフ会長によれば、モスクワの招致コンセプトは、モースト、コンパクトゲームズ・エバーであった。既存の競技施設は改築され、建設が必要な会場は、オリンピック開催のために新設される。モスクワの計画の目玉は、近代的な選手村の建設であった。モスクワの強みは市内を呼び、ロシア国内の高い支持率や国際大会の、 開催実績であったが、オリンピック開催に必要な交通システムや宿泊施設が不足していることが弱点であった。IOC へ正式に立候補を申請した旧都市の他にも、2012年夏季オリンピック開催地へ意欲を示していた都市があった。オリンピックエンブレムは IOC の著作物であり、一時評価において高評価を得て、 最終選考に選出された都市は招致の後にオリンピックエンブレムを使用することが許される。IOC には一般的に同じ地域でのオリンピック連続開催に抵抗があると言われている。しかし2004年アテネオリンピックの2年後に同じヨーロッパで2006年トリノオリンピックを開催した例があり IOC のジャックロゲ会長も大陸のローテーションがあることを否定している。 ありがとうございます。